最後あったね、きつこれでも多分顔の高さぐらい来るともうちょっと難しいですね。やっぱりそれなんで顔の高さだと難しいんですか？普段狙ってるところよりは距離を出さなきゃいけないんで、自分の打点が高くなればなるほど簡単に言うと叩きつけるというか前に落とすことが多くなるので、普段やっぱその辺慣れてない分長くスイングするというのが難しいんで、僕にとってはそこはやっぱ調節が難しかったかなと思うんですけど。どんなこと考えながらやってる？いや疲れたなと思ってましたなかなか入んないよね。20球難しいなと思ってましたね。逆にハードル上げてきました。加藤プロだったらサクッとここは行くはずなんですよ、僕の予想ではですよ。大体目標どれくらい？大体目標8分以内。あ、8分切れたらいいな。最初の出だしでどんだけアジャストできるかじゃない？入ってきた時に一回集中力が切れてなくなる時もあるから、流れが悪くなる時もある。そこからまたそこに向けて集中力をどんだけっこう研ぎ澄ましたものができるかっていうのが勝負かな。まあ差が出ましたよね。この僕事前にやっぱ気合でしか取り組んでないんでやっぱ頭脳と政治家と分かれますよね、ここで。どっち絶対勝つ、絶対勝つ。よーい、スタート。あ、やばい。いやー、これあれですよね、対決ですよね。これ腕もげる、ぶっちゃけ難しい。いや、きつかった。